皆さん、ビハーレ長崎の高田です。来たる6月8日はファジアの岡山さんをトランスコスモススタジアムにお迎えしてですね、第17節の試合がございます。そこで皆さんに耳より情報というので、この分かりますタオルなんですけど、クールタオルというタオルを皆さんにちょっとご紹介したいと思います。まあ本当に今年も暑いですよね。すごいでしょう暑さが、まあ、外に出てもですね、暑さをしのぐためにこれ冷感グッズの一つなんですけども、すごいんです。これが本当に涼しくなるタオルというんで、これはですね、皆さん今日の冠スポンサーはビハーレン長崎のメインのスポンサーさんのあのですね、モレリンさんが冠なんです。そこでお願いしましたら、なんとこのタオル先着5000名の皆様に無料でプレゼントするという、これは早く来た方がいいですよね。6月8日の、ね、ファジアの岡山戦はこれだけでもちょっとお得じゃないですか。試合も面白いですよ。そしてその日にはですね、あの前川清さんもお越しになりますからね。本当にイベント盛りだくさんという、この5000名というのはまあなくなるでしょうね。でもクールタオルというのは今年も暑いでしょう。冷感グッズの一つなんです。ジャパネットも毎年毎年何十万枚というですね、もう販売をしてるんですけども、これはちょっとね、水につけていただくだけでひんやり感が出てくるというですね、ちょっと出かけるときに、ちょっとやってみましょうか。はい、これをつけます。いいですか。はい、こうしてつけて、はら、こうしてつけて、ね、こうしていいですか。つけた後にこう絞っていただく、よいしょ、シュッと、もうこれだけですね、いいですか。すごいんですよ、このモリリンさんのタオルというのは。こうしてつけた後にパン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 とパンパンパンと、これだけでどんななるかと言いましたら、ちょっと首に巻いてみます。すっごい、これだけでですね、ひんやりってくるんですよ。だからもう夏の暑い時に外でちょっとスポーツする子どもさんとか、もうひんやり感が半端じゃないんです。本当すごいですね。これ実は結構長持ちしましてね、これがひんやり感がなくなってきたら、またこのままでパンパンパンってやったら、これひんやり感が復活するんです。こういうタオル、これを先着5000名の方に早いもの順で無料でプレゼントいたします。さあ、ぜひですね、6月8日は来てくださいよ。そしてその他にもですね、このタオルというのはご家庭でやっぱり2枚3枚買われる方が多いですから、今回は、はい、川上くん。はい。これはビビくんのクールタオルです。はい、ビビくんの表情が入ったビビくんのクールタオルも今回は作りました。これはグッズ売り場の方で販売してます。これ見てください、デザインを。ほら、ビビくん、ビビくん。こんなしビビくんのデザインが入ってて、ビビくんはもうすごい人気でしょ。このビビくんがね、やっぱりこうデザインで入っているクールタオルを、これは皆さん2枚3枚持ってっても夏場ちょっとしのぎませんかね。ぜひぜひ、ね、検討してみてくださいね。いいですか。こちらは5000名に無料でプレゼント、モリリンさんが無料で出展します。でよかったらグッズ売り場もビビくんバージョンも覗いてみてください。これは結構売れますよ。ありがとうございます。はい、ぜひ皆さんお待ちしてます。お待ちして。